平野紫耀がジャニーズ事務所を退所し、クロサギの続編が可能性と複雑な反の感情が浮上。ジャニーズ事務所を退所し、現在は戸部の看板タレントである元キングピンス以下、キンプリ、平野紫耀。彼が主演を務めた昨年10月期ドラマ、クロサギ TBSK の続編が制作される可能性が浮上し、ネット上で 多くの平野ファンが反応しています。2006年4月期に山下智久主演作として初ドラマ化された黒詐欺堂、同は08年に映画化も果たしました。そして昨年、テレビドラマのリルート作品として平野版が放送され、全話平均視聴率7.4%、世帯、ビデオリサーチ調べ、関東地区を記録し、検討しました。 この最終回のラストでは、黒崎の旅は続く、と続編をほのめかすような文字が登場しましたが、第3話放送日の昨年11月4日に平野垣岸優太、神宮寺優太と共に金プリを脱退することを電撃発表していました。そのため、 当時のネット上では、続編に追わせてたけど、塩く君ジャニーズ事務所辞めちゃったら、主演続行は無理でしょ、と諦めムードのファンも見られました。しかし、今月3日発売の、女性自身、公文社は、TBS 内で、クロサギの続編を制作しようという動きがあると報道。加えて、初代クロサギの山下をスペシャルゲストとして登場させる案も出ているというのです。 この報道を受け、ネット上では、オ君の黒詐欺が、またこんなに早く見られるかもしれないなんて、楽しみすぎる。今ならあり得る、ね。ジャニーズ事務所は、もう、やめジャニーを邪魔できないだろうし、と続編を期待する声が続出しています。一方、ジャニーズ事務所の現状を鑑みると、平野が金プリを脱退したからこそ浮上した話とも言えるでしょう。そのため、 ソリア族編が放送されたら嬉しいけど、私はそれより金プリに残って欲しかったよ。シウ君には活躍してほしいけど、ジャニーズやめてよかったとは思いたくはない、と複雑な心境を吐ろするファンも一部で見られます。また、主演俳優がジャニーズ事務所を退所した後も継続したテレビドラマシリーズといえば、草薙剛主演の戦争シリーズ、フジテレビ系。 韓テレ制作が思い浮かびます。同シリーズは15年1月期にゼニの戦争、17年1月期に嘘の戦争が放送された後、同9月に草薙がい長垣五郎、香取慎子とと共にジャニーズ事務所を退場しました。制作側には三部作の構想があったようですが、 テレビ業界のジャニーズ忖度により草薙は半ばテレビから干され、長らく実現しなかったのでした。しかし、退場から約6年が経った今年1月期、ようやく3作目の罠の戦争が放送されました。これが草薙にとってジャニーズ事務所退場後初の民放連ドラ主演作となりましたが、やはり忖度はなくならず。 草薙がテレビで番宣を行えたのは、関テレ制作番組などが中心で、通常通りのプロモーションは行えなかったようです。戸部遺跡後のメディア露出は、今のところ雑誌のみの部屋、そもそも本人が俳優業を続けていきたいと思っているのか、気になるところです。 平野紫耀のの黒詐欺続編制作に関する報道は多くのファンに期待と複雑な心境をもたらしています。彼がジャニーズ事務所を退所したことから続編制作の可能性が浮上し、一部のファンは再び彼を主演で見ることを楽しみにしています。 一方で、ジャニーズ事務所を離れた平野に対する思いも複雑であり、彼の俳優業継続の意向にも注目が集まっています。過去の例から学び、ジャニーズ事務所を退所した後も俳優業を続けることは難しいことがわかります。しかし、ファンたちは平野の成功を願っており、続編制作が実現すれば、その成果を楽しみにしていることは間違いありません。 今後、平野紫耀の俳優業の展開に注目し、ファンたちは彼を応援し続けることでしょう。